来てくれたのか。レッドリージョンのパトロールとフォールンの奇襲でてんてこまいだ。手を貸してくれると助かる。フォールンの通信ターミナルを探してくれ。レブリムが突飛な計画を思いついた。経験豊富な年寄りの知恵は若者には理解できねえか。お前のアクセスを利用してフォールンの言葉でメッセージを発信するぞ。このカバルの通信暗号をずっと使いたかったんだ。レッドリージョンとフォールンを敵対させる。斬新でいいですね。この付近のフォールンからアーカイブされた音声通信を回収できると思います。これだけあればフォールンになりすますことができるでしょう。デブリムの前ではくれぐれも方言の話をするな。シティの方言について一日中永遠と話を聞かされるぞ。とにかくレッドリージョンの上空援護が一番よく見えるのは難民のためにビーコンを設置したあの崖付近だ。言語の奥深さのわかるやつをめっきり見なくなったな。またあの鉱山に戻らないといけないんですか。気を落とすな。フォールンのテレポーターを使って上まで行けるなら悪くはないだろう。まあその前にトリップマインを張り巡らせてるがな。トンネルの中を綿密にスキャンすればトリップマインを全て拝借できると思います。そしてそれを利用して混沌を生み出し敵同士に牙を向かせる。いいアイデアだ。
できました。これでこの危険な爆弾を好きな場所にトランスマットできます。よし、今メッセージを送信中です。マローダーの鉛を使うことにしました。だから言うなって。マローダーか。奴らの言葉には興味をそそられる。聞きたいか。いえ、デブリン、チャンネルはクリアにしておきましょう。そのトランスマット中に妨害などされたら困りますから。赤い船が多数そっちに向かってる。何を言ったにせよ奴らの注意を引いたようだ。ガウルを相当バカにしました。ここでもう一度言うつもりはありませんが。ああ、型破りな戦法は大好きだ。だが輸送ポットが降ってくる。注意しろ。ここまで爆発音が聞こえてきた。さぞかし見物だっただろうな。ということはフォールンとレッドリージョンにも聞こえたはずだ。しばらく打ち合いをさせてから残党を片付けに行くとしよう。よくやった。
なんだ、何か言いたいことでもあるのか。いい選択だ。役に立ててくれ。きちんと狙えよ。お前も聞こえたか。スナイパーになるには心を鎮める必要がある。震えを止めるのに何年もかかったまた震え出すだろうが、あと数年は大丈夫かな。四本腕、それでも射撃は俺の方が上か。ザバラが彼女と難民を捨てたと考えています。そこに私たちまでここを離れるとなると、ここに残れば彼らを助けられますか。ザバラが衛星タイタンに戦力を集めているなら、人類を救い、さらにシティを取り戻すことができる。ヴァンガード艦隊ガーディアン船723接近中です。司令官のメッセージを受け取り加勢しに来ました。ガーディアン船、ザバラだ。もう手遅れだ。背後に衛星タイタンを占拠された。ここに来るべきではなかった。司令官、お手伝いします。いや、光のないガーディアンがすでに多数ハイブの犠牲になった。この月は確保できない。光なら取り戻しました。何？どうやって？司令官、いいですか。ガーディアン、副司令官のスロアンだ。反撃の計画を立てたいが、そのためにはこの基地を稼働させる必要がある。艦隊の準備、ガーディアンの武装、レッドリージョンの通信の解読などのために基地の司令部へのアクセスが不可欠というわけだ。協力してほしい。光が本当に戻ってきたなら、ハイブを地獄に送り返してくれ。ガーディアン、くれぐれも気をつけろ。
この場所は一体？黄金時代に栄えた衛星タイタンの都市は人類の誇りだった。放棄されていたと思ったが、ハイブがここまで広がっていることに気づかないとは愚かだった。嫌な予感がします。スロアン、司令部が見えます。了解だ、このまま進め。司令官、この調子ならすぐにでも反撃の計画を開始し、シティのゲートまで進軍していけるでしょう。そんな簡単な話ならいいが。
ハイブは何らかの儀式を行っていたようです。イコラと話した方がいいですね。ハイブの魔術に関する知識が深いですから。シティの崩落以来、イコラもケイドも行方が分かっていない。司令部です。敵を一掃し確保してくれ。スロアン、よくやった。司令部に入る前に周囲を調べろ。産卵場所に入り込んだようです。始末しろ。弾を撃ってください。巣を破壊しました。司令部に向かいます。よくやった。周囲を調べたら私たちもそちらに向かう。
司令官、終わりました。了解した。今からそちらに向かう。着陸地点に接近中だ。プラットフォームまで来てくれ。こいつは驚いたな。光がお前に戻ってきたのならまだ希望はあるかもしれない。我々の数は減るばかりだ。生存者どころか自分たちの身も守れないだろう。光なくして我々はガーディアンなのか。司令官、故障した発電機では生き残れない。波エネルギー変換機で稼働しているが、背部の干渉があり少し困っている。任せてください。ああ、頼りにしてるぞ。まだ安心はできないぞ。司令部を確保することはできたが、艦隊の管理をするにはこの場所全体に電力を送り込む必要がある。ザバラ司令官からお前が志願したと聞いている。作戦は私が仕切る。造船工のホリデーもテクノロジー面でサポートしてくれる。任務は簡単。スイッチをオンにして戻ってくるだけだ。スローアンが言うと何でも簡単に聞こえるでしょ。
フォール、まさか私たちを追って。いや、私たちが地球を脱出してからずっとつけ回されている。スロアン、アマンダ、ハイブがそこら中を汚染しています。ホリデー、また空に上がってくれ。周辺の安全を確保するために空の警備を引き続き頼みたい。ああ、その脱出の時に私の船も結構損傷したの。電気が通ったら真っ先にお前の船を修理するよう手配しておく。うん、ありがとう。ここから波エネルギー変換器が見えます。そこにあるスイッチを入れてやればいいだけだよ。システムにアクセス中。ピストンはいくつか動いたけど、でも全然足りない。何かがおかしい。ピストンが動かないんだって。悪いけど、そこから出てどうなってるのか見てきてくれる？Thank you.
えましたか？変換器のプラットフォームに着きました。停止してるピストンを見つけて原因を突き止めて、全部動かしてくれたら十分な電力が流れるはず。原因が分かりました。ハイブの汚れがピストンを停止させていました。なら取り除いてくれ。一つ目のピストンが動きました。しっかりきれいにしましたよ。よかった。でもまだこっちは暗いまま。もっと取り除く必要があるようだ、ガーディアン。
発目もきれいにしました。司令部はまだ暗いということはピストンだけじゃないってことね。つまりサーキットブレーカーをいじる必要がありそう。中央プラットフォームへ行け。すべてそこを通っている。ブレーカーはその辺にあるはずだ。さっきも言ったが、見つけてスイッチを入れてくれ。した敵の通信の作業がまだ残っている。
ばれてもどうしようもないぞ。落ち着くんだ。いい眺めだと思わないか。お前のおかげで無事機能している。仕事はまだ残っているがな、特に重要なのはいよいよ取り掛かるレッドリージョンへの反撃だ。作戦もある。お前の協力が必須だが、シティからの避難中、優先度の高いレッドリージョン信号を検知したが暗号を解読できない。ホリデーが解読に必要なテクノロジーは環境都市にあると言った。だがあそこは敵地だ。目隠しで行くも同然だ。あそこは何世紀も暗闇の中。分かっているのはハイブが地獄を育てているということ。想像できるだろう。それでも行くなら作戦を実行に移そう。ではまた。次はもっと陸のある惑星に秘密基地を作りたい。報告はあるか？放っておいても船が治るわけではないしな。命令が来た。片付けるぞ。
見てるだけ。それでも構わない。ベンチャー陣がすでに新しい商品を探してる。いくらかばるでも私たちからファッションを取り上げることはできない。奥地は何もかもがひどいわけじゃない。ボロをシックに変える方法を学べた。データなら代わりに作れる。でも人はそう。カバルが侵略してきたぐらいでエバーバースは閉まらない。少し待ってくれ。まだ何かあるのか。